3日連続出してて、なんとこの光景が贅沢なことに日常になり始めてる感じがした。今一瞬当たり前じゃんみたいな、他のこと考えてるから、まあ、哲学の道になり始めたというか、全然違うことを考えてました。だから不思議だよね、グループのデフォルトモードネットワークが活性化して、だ景色自体に目が行くというよりもそういう状態になったのがすごい不思議で、もともと哲学の道ってのはね、自分が毎日通ってる道が哲学の道なんだけど、このベンタナキャニオントレイルが僕にとっての哲学の道になり始めた瞬間を今、経験してすごい嬉しいところでびっくりしたというか、いやもう哲学の道になり始めたよ、すごくない？ベンタナキャニオントレイルが僕にとっての哲学の道になってきました。嬉しいな。